本日はですね、このような動画を、撮影させていただくんですが、フィッシャーズのペケタン。誰？え？知らないの？釣りする人たち？それ本当のフィッシャーズ。まあ僕地元が一緒なんですよ。うんうんうん、で、前にもあのクイズで、うん、あのフィッシャーズの隣でラーメン食ったっていう話をしたんですけど、うん、まさに今回その、うん、ペケタン君の俺は隣でラーメンを食ったんですね。じゃあもう友達やん。そうね。そうね、うん、友達、ね、ラーメン一緒に、うん、食ってんねんもん。そうそうそう。で、彼がですね、ファンの女性に、連絡先を聞いて、車で連れ出し、ピルを飲ませ、ほう、ホテル代も払わせ、挙句の果てにはお小遣いを要求したと。クズオブクズ。ちょっとね、まあ俺地元が近いっていうのもあるんですが、非常に悲しい。うん。どう思います？そういう男を。クズオブクズ。いや、気持ちはわかる。非常にわかる。けれど、やっぱり、オナニーという手段もね、あるんで。プロですからね。いや、ほんと俺は悲しいよ、でも。今こうやって笑ってるけど。うん。なんか、あれよね。友達が犯罪者になっちゃったんだよね。そうね。一緒にラーメン食って。そら悲しい。君はずっと携帯見てたけど。ずっとシルク君ばっか喋ってて。なんか、あ、こいつ暗いんだなって思った。シルク姉さんがおるんや。シルク姉さんは、それは吉本や。大阪の方ですね。シルク姉さんもいるけど。うん、だから、ペケタン、一緒に、アナル掘らないか。ごめん。アナルを知れば気にもしなくていいし、ドライで行くって車線より気持ちいいって言うから、俺らまだそんなにできてないけど、一緒に掘ろうよ。ごめん、俺父ちゃん、ちょっともう言葉出ないわ。ペケタン、掘れって。分かってもらえるかな。じゃあ、まずは、バックの1年生からやってください。これ見ろ。もし、興味があれば、地元は近いんだし、腹割って、話して、今ちょっとお腹鳴ったけど、一緒になんか、やりませんか。曲書いてあるわ。歌えお前バカ野郎。いい曲、曲書いてあるわ。反省の歌書いてある。本当に、まあいろいろあると思いますけれど、ね。一線を越える前に、とりあえずオナニーのプロに相談しろってことね。そうです。こんなに近くにいるのに。そんな曲あったな。ね、本当に、また、亀有の、一緒に行こう。その時は俺も行くから。携帯ばっか見んなお前、本当に。そして、んだほくんは、お前、酒飲むな、一人で。全員わからん。ごめん。クルチョモチャンネルは、
フィッシャーズを本気で応援してます。